武藤雷子は、日本のカウンセラー。一般社団法人就活カウンセラー、協会代表理事、就活カウンセラーの生みの親。就活という考えを普及するべく、全国の公民館や包括センターでのセミナー講師を、年間230回以上にない、一人数とに、就活を伝えている。2009年企業、現在は2社の代表を務める。 同協会の就活カウンセラー初級検定は受講者数2万名を突破。テレビ、新聞、雑誌などメディアへの掲載多数。すべてのものとコミュニケーションの起きる場にをモットーに、一人一人が生きがいを持つ世界を作ることを意図し日々、活動している。就活式の発案者。NHKE テレ明日も晴れ。人生レシピ。 午後生、NHK ニュースウォッチ9、NHK ニュース7、NHK 情報丸ごと、民放各局新聞雑誌朝日新聞、日本経済新聞、産経新聞、東洋経済、読売新聞、NHK ラジオ、ナヌーズウェブ、婦人公論など東洋証券、SMBC 日興証券、日本生命、三沢ホーム、伊勢赤十字病院、エーブル、真教授、 昭和シェール千葉関十字、水戸証券、福岡銀行、山形市役所、山和市、城山公民館、j、JA、前の奥義府、住区、世田谷区、アジアフューネラルフェアなど、監修クロワッサン特別編集身内に迷惑をかけない、生前の手続き、一個人プレミアム親や家族が亡くなった時の手続き、書類、お金暮らしの便利手帳、日経アソシエ、 連載日本農業新聞、日刊スポーツ、農業普及、執筆、朝日新聞など、ありがとうございます。